両実衆は、20世紀中国の文学者、文芸評論家、教育者、翻訳家、辞書編三者で、国民党政府と共に行動したので、中国共産党と共に行動した路人と、しばしば対比される。元の名は柳地花、柳葉花字は実衆。両実衆は1903年、石膏省甲州不具意県の人で、生まれは北京。11人の兄弟がおり、 両実衆は4番目の子である。父のハリミナヒロシは家居に合格した新潮政府役人であった。1915年に聖火学校に入学して文学活動を開始し、1921年の諸女作の詩、レンの花の池を発表。翌年にキキイチタと合作の東野掃除評論を出版する。1923年、米国コロラドカレッジへ留学し、 ハーバード大学とコロンビア大学の大学院で学ぶ。留学へ渡るための客船ジャクソン号では、女流作家として、名の高い社表心と知り合いになった。しかし、知り合う前に、彼女の書いた詩集を根本的に、社表心には作詞の才能がないと否定し、表現力は強いが、想像力は弱い。理智に富む情感が少ない。三分に優れているが、 因文技術は劣っていると決めつけていた。そんな批評をした中で偶然ではあるものの彼女と知り合うことは気まずいものであった。初めの出会いはぎこちないものであったものの共通の思想的基盤と性格や気質の近いことがわかるとすぐに親友となり共同の仕事を始めるに至った。社表心も両実衆の才能と人格を認め私の友人で男性の中で 実習だけが最も花のようであると残している。さらに、両実衆の晩年にも彼に対して作品を残しているところから、二人のかけがえのない友情を感じることができる。ハーバード大学では、バービットに出会い、ロマン主義から新人文主義、新古文主義の思想に影響される。ここで、バービットのニューラオコーンを儀して抱えた、現代中国文学のロマン的数生は、 人文主義の文学館に立ち、54運動以降の中国新文学を批判した評論であり、中国のロマン主義的傾向を指摘する。1926年、帰国後、翌年上海へ赴き、時事新報の編集責任者になる。1927年、両実衆が文学税誘拐急成、トルソーを批判したことがきっかけで、ロ人と対立する。 一方のロジンは公約予文学的階級性を発表し対抗している。この対立は両実衆が北京の明日報復館にルソーと女子教育という文章を書いたことに始まる。文章の中でサイト偉大なフランスの啓蒙思想カルソーを大いに攻撃するとともに女子の教育問題に議論を提起した。ルソーを警護するロジンにとって両実衆の この見方は大変不満であり、この文章が発表された直後に、ルソーとイという一文を書き上げたことで二人の論争の序幕が開けられた。1930年、チンタオ大学の外国語、主任兼図書館長に就任。1934年、北京大学外国語系、研究教授兼主任に就任。1935年11月、両実習は、 自由評論という週刊雑誌を自ら創刊。これによって思想、言論の自由に対する国民党の弾圧と統制に対抗していく。この雑誌に掲載された我々は正義を望むガモニを行動。では、共産党の活動について肯定的に言及している。共産党の存在と活動について積極的に肯定しているわけではないが、国民党統治の現状から見て、 共産党の存在には必然的な理由があることを認めている。1936年、1927年から8年間路人と対立していたが、路人が成居したことで論争は終止符を打った。1938年12月に、重慶の中央日報副官、平明の編集主任に着任。4ヶ月の間主任としての生活を送る。この本に、 編集者の話を掲載した。この中に中央日報社が私に暇があるのを見て、副官を編集させようとしているのだが、私の交友は広いものではなく、分断上誰が名手であり、対象であるのか、さらに半然としない,いや、交戦に関係する題材を、我々は最も歓迎するが、交戦に無関係な題材でも、真に流暢なものであれば、それも良い。 無理に光線をその上に乗せることはない。内容のない光線発行に至っては、誰にとっても有益ではない。との発言が、あなら、宋の的、長高し翼らによって批判を受けた。両実衆は、人生の中で光線と関係のない題材を探し、彼の読者に光線と関係のない文章を読ませ、光線という現実の闘争を忘れさせようとしていると批判された。 ここから始まる左翼作家の確出は短期間であったが中国現代文学史上では公戦無関係論争と言われている1940年ペンネームを古家に変え、保期評論、正規評論にコラム執筆者として小作品を発表し散文作品集、宮城車商品などを出版する1942年5月、沿岸海報区で行った文芸講話で 毛沢東は、ブルジョア階級的適性質を持つと主張し、ロジンが批判した、両実習らを攻撃の対象とする。そして、ロジンを、プロレタリア革命文学運動の騎士として、深刻化する。1946年北京市範、大学英語系教授に就任。1949年からは、台湾へ移住して、台湾市範大学英語学部の教授となる。 国民党政府と共に行動したので、中国共産党政府と共に行動した路人と、しばしば退避される。1966年退職後、先進文学書の翻訳と著作に努め、シェイクスピアの翻訳全集を完成している。彼の対策である、シェイクスピア全集の翻訳は1930年代から正式に始まることとなっているが、翻訳は、 両日衆本人から言ったことではなかった。きっかけは、古敵の誘いからである。当時の中国には、海外からの翻訳本があまりなかったため、国民政府からの指示により中華、教育文化基金スミレこと会の翻訳委員会の仕事を任せられていた古敵が、英国文学の頂点に立つシェイクスピア全集、翻訳を行う計画を立てていた。その物色したのが一、聞きイチ女子ョ 鎮静宝、小降長、そして両実集であった。しかし翻訳を行っている中で、メンバーが次々と制御したため、最終的に一人で翻訳することとなり40年もの歳月を重ね1970年に全集翻訳を完成させている。また、遠東英館大辞典、遠東英館、官英総向き辞典は両実集編さとして、 台湾で発行されている。1975年にハン、藩青井清と結婚する。1987年、台北で死去。1988年以来、中華日報社は、両日州文学賞を行っている。台北には、台湾市藩大学が管理する両日州国境があり、中国大陸では、重慶の宮尾社、陳太の両日州国境が開放されている。 1927年2月11日に定期宿と結婚した。3人の娘と1人の息子に恵まれた。1970年に夫婦は移住したが不幸なことに移住先で定期宿は他界した。両日衆はこの悲しみにより改縁無翼を表した。1974年に定期宿を亡くしたが翌年には母青おいきと再婚した。 定期式とはアメリカ留学の前から付き合っており、帰国後に両実習を心から喜ばせたことは彼女が元気なことであった。結婚式は北京の南岸沿いにある欧米同学会で行われた。式は中国と西洋の折中であった。花嫁側については一切旧来の仕切りに従い、針屋では事前に伝統の習慣によって一般的に有意のを送った。 しかし、花嫁が到着すると、式は、次第に様式に変わっていった。婚礼は、順調に進んだが、夕刻になり両日衆が、婚約指輪をいつの間にかなくしていることに気づき、定期祝に話すと、かまいませんわ。私たちにそんなものいりませんものと優しく、慰めたという逸話も残されているほどである。また、二人の関係を物語る話としてこんなものがある。 友人のら隆起、帝西林等に芸者を呼んだ縁に誘われたことがあった。良実衆は、これを聞いて難しいと思ったが、意外にも、定期宿は笑いながら、すぐに OK をした。これは、見聞が広がるからという理由だった。しかし、良実衆は、早々に縁から帰ってきて、女遊びは苦痛で、女性を侮辱し、人間性を侮辱し、 自分を侮辱する行為だと語っている。ペイキシクはこのようになると予想して両実習を縁に行かせたのである。54時期に文学活動を始めた彼は初期頃は詩を書いていた。1927年にアメリカ留学から帰国すると三分にも着手し三分の書き手として高い評価を得ている。また、新月社内で トップの文芸批評家として活躍していたために、数多くの評論集も残されている。シェイクスピア翻訳でも有名であるが、両実集の作品は日本語訳されたものはなく、作品を読む場合は中国語の資料のみとなっている。ありがとうございます。